はようございます。ただいま午前2時39分です。今から行ってきます。1000メートル超え、到着しましたなんですけど、ご来光が見える状況じゃない。皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はこちら日産のセレナの中でもガソリンエンジンモデルで、実はですね、私趣味が山登りなんですけれども、車中泊登山をしてまいりました。で、実際問題、このガソリンセレナの車中泊仕様どうなのよということをですね、もうガチで体験してまいりましたので、そちらの様子を皆さんにお届けしたいというふうに思います。私が車中泊で実際に使った購入グッズの情報もお届けしていきたいというふうに思いますので、皆さんぜひ最後までご覧ください。それではですね、今日もチャンネル登録高評価で応援してください。はい、というわけで、こちら車中泊仕様に実際に私がしていた昨日の再現でございます。という感じで、めちゃくちゃ可愛い感じになってると思いませんか。ちょっと来て来て、はい、みたいな感じで、結構ですね、女子っぽい感じにしてみました。で、私が実際にこのライトとしてつけたのは Amazon で買ったこちらと、あとこれも Amazon で買ったんですけど、ラグを引いてみました。で、下結構厚めなんですけれども、これもアイリス大山で買った商品になっています。で、セレナこんな風にフルフラットになるんですけれども、フルフラットになるとはいえ、後部座席が結構あのシートの形がボコボコしているので、しっかり寝たかったので、すごく厚めのシートにした、厚めのエアマットにしたよっていう感じです。で、これすごい厚みを重視して買ったので、結構その天井高があの犠牲になっているような感じに見えるかもしれないんですけれども、ここはあのちょっとこう頭上のスペースの方を求める人は、もう少し薄め10センチぐらいのマットを買っていただけると、まあそれはそれでちょっと広く使っていただけるかもしれません。私は寝心地重視でこの仕様にしてみました。そしてですね、この目隠しなんですけど、ごめんなさい、ちょっと今外れかけてますけれども、はい、そしてですね、この目隠しなんですけれども、これもですね、車内用のカーテンを Amazon で買いました。こちらです。すごくリーズナブルに買ったんですけれども、私は多分この後、まあといろんな車でこの車内泊実施をしたくて、でそれで、ちょっといろんな車に使えそうなものを実際買ってみました。これもすごく安かったんですけれども、いろんなミニバン用に使えそうなので、あとミニバン以外にも使えるということなので、これを買ってみました。よかったら参考にしてみてください。あ、スケとか結構レビューに書いてあったんですけど、私たちは夜に設営して、午前中日が上がるまでに出たので全然大丈夫でした。で、工夫によってもっとピッチリ貼ることもできると思います。
はい、そしてですね、セレナすごいいいなと思ったのがこの下にめちゃくちゃ荷物が入るんですよね。私今回女性2人で登山のために車中泊したので割と結構荷物多くて、温泉も入ったので結構ね大きなボストンバッグと登山バッグとそれからこういうものを入れてきた段ボールなんていうのもあって、その行き場所結構困るじゃないですか。ここにもうバンバン入れることができたのですごい便利でした。しかもこの後部座席のスライドドアの下にも入るんですよ。なのでそこにもう荷物バンバン入れられて、実はですねあんな風に、ごめんなさいすごい汚いんですけどそこに置いてあるものが全部入ってました。すごくない実際にエアマットの下がどういう状況になっていたかっていうとこんな感じです。はい、セレナの後部座席は割とフルフラット状態になるんですよね。ですごくですね使い勝手いいんですけれども、私は若干ここが気になったのでちょっと分厚めのエアマットを選んでみました。結果この段差実はあんまり気にならなくてすっごいよく眠れました。なのでエアマットの厚さっていうのは結構大事なのかもしれないんですけれども、この辺がフラットなのでねあんまりこの辺が気にならなかったっていう感じです。でここにもさっき言ってたんですけど荷物が入れられるんですね。なので結構ねしっかりと荷物を収納させるスペースがあるっていうのはすごく便利でした。セレナの後部座席実際にどうアレンジするのかやってみたいと思います。シートのアジャスターが全部このシートの横についているのですごく簡単ですね。でこれを倒しちゃいます。あ、その前にヘッドレストを抜きますね。抜いた方がいろいろと便利です。はい、重いよねこのシート。はい、同様にですねこちら側も行います。前まで出しちゃった方が楽です。で、あ、そうそうそう忘れちゃいけないヘッドレスト。はい、倒れました。そしてこれなんですけれども、このアジャスト自在な真ん中のシートも倒れちゃいます。で、これも前にスライドさせて、で、この首の後ろにある紐を引っ張ってパタンと倒れます。これで2列目シートはフラットになります。はい、バックドアを開けます。はい、3列目シートこのような仕様になっております。で、3列目シートのアレンジすごく多彩なんですけれども、まずやってみますね。さあ、ヘッドレスト抜きました。ここから、はい、下のヒートを引っ張るとこれで一発で、実はこうなるのは皆さんご存知ですよね。この紐でフック引っ掛けて、はい、こうなるのはご存知だと思うんですが、まあそりゃそうですよね。最近のミニバンこんな感じになってます。セレナも間違いなくですね綺麗にこういう風に3列目シートをアレンジできるんですが、車中泊バージョンはそれをしないで、この状態で使います。で、セレナのすごいところは3列目がスライドするんですよね。これなかなかないんですけど、この3列目のスライドのおかげでなんとこういう状態になるんですよ。はい、こういう状態になります。というわけでこれで広々5フラットシートが叶うというような感じなんですよね。で、結構コツをつかめば簡単です。で、シート重めなので女性ちょっと一瞬力いるかもしれないんですけれども、まあ私一人でもできましたし、こうグッとね体の力をかけて特に2列目シートはしっかりと倒せば、まあ、慣れてしまえば本当に簡単かなっていうふうに思いました。いや、もう何よりもこうやっぱり登録者ミニバンなのですごく静粛性が高いんですよね。だから外部の音があんまり入ってこないで夜ぐっすり寝れたっていうのもすごく大きいです。はい、ちなみにですねやっぱりその車中泊ってなると、まあ、気になってくるのが、まあ、携帯の充電関係だと思うんですけれども、この後部座席のところにもUSB のタイプ C の充電ポートがあるっていうのはすごくポイント高いと思います。で、もちろんねエンジンかけていることが前提にはなりますけれども、まあ、少し移動の際とかにですね、まあここに挿しておいて充電するっていう、もう細々した充電っていうのが割とキャンプとか登山とか大事で、なくなってしまった時が一番困るので、ちょっとこういうところにですね差し込む口、充電ポートがあると、 USB ポートがあると、非常にですねその気持ち的な心理的な楽さっていうのあるかなっていうふうに思いました。
今回ですね、もちろん女性2人で、車中泊をしましたので、私こっち彼女こっちっていう感じで寝たんですけれども、そういう時でもですね、まあまあちょっと暖気、まああんまり推奨はしませんけれども、ちょっとこうエンジンがかかっている状態であれば、ここから2人とも電源が取れるというのもすごく安心事項かなというふうにも思います。実際に寝てみるとこんな感じです。身長162センチの私が足を結構伸ばしてしっかり寝れるぐらいのサイズなんですよね。なのでこの段差さえ、まあ、クリアしてしまえば本当に快適に眠ることができちゃうんです。なのでちょっとこうね、あのガールズトークみたいにこう2人で、なんとかだよねとか言って言ってる暇もなく昨日はすぐ寝たんですけどそういうのもありかなって思いますし、まあ、ちょっとね、その今こうレジャーの形が多様化してる中でこういう車があるっていう豊かさっていうのをすごく感じてしまいました。すごい快適だったし、もうめちゃめちゃ楽しかったです。そして車中泊限られたスペースですし、一回まあ暗幕を張ってしまうとあんまり外に出たくなくなっちゃうんですよね。なので車中のこう整理整頓っていうのがすごく大事になってくるんですけれども、セレナ意外と便利なのがこれがちゃんと2個ともあって、まあこれがこういうちょっとギミックの変わったドリンクホルダーになってるんですけれども、ドリンクホルダーとして使えるのはもちろんのこと、本当にごまごまとしたものを置くのにすごく便利でしたし、あとこれね、ここにポッケがあるんですよ。でこれマジックテープになってて、ここを剥がせば長いものも入れられます。はい、でこれを使えば例えばそのスマホぐらいの大きさのものが2枚入るんですよね。でもちろんこっちにも付いてるんですよ。でこういう細かい気遣いが本当に便利 ですごくその細かいものがやっぱ女性多いので例えばコンタクトのケースとかね、例えばその本当に携帯とか、あとは私こうアプローチ充電することも多いんですけれども、そういう時にここに置いといたりとか、モバイルバッテリー置いといたりとか、そうモバイルバッテリーと携帯とかそういうこともできるっていうね、すごく便利なこのポケットでした。ぜひこれね、あの車中泊でも使っていただきたいですし、もう本気でこれあってよかったなと思います。そしてこれすごいんですけれども、ここにねこれあるじゃないですか。これね何かと思うと、この真ん中のヘッドレストなんですよ。というわけで結構これね、使うときは、まあ、後ろに3人もちろん乗るときだと思うんですけれども、これね、バックミラーからの視認性めちゃめちゃ悪いんですよね、運転席の。で、やっぱり乗らないときの方が多いシートかもしれないじゃないですか、3列目シートって。なので、そういうときはもう抜いておいて、ここにしまっとくということが可能でございます。なんか普段は、2、4、6人乗りみたいな形で使って、エマージェンシーには8人乗れるというのが、このセレナのすごいとこです。はい、セレナのですね2列目シートなんですけれども、ていうかセレナのシートなんですけれども、ものすごくバリエーションが豊かです。ちょっと乗ってみますね。で2列目シートまずお話ししたいんですけれども、こんな感じでですね2列目シート3人座れるようになっています。で一見そう見えるでしょ。ですごいのがこれ、ちょっと分かりにくいんで後ろ下げますね。はい、まあ、すごいこのシートスライド量もあるんですけれども、こっちももちろんね下がるんですけれども、これ真ん中のやつだけなんか変な形してません？でこれをこうして、なんとですね、前までやっちゃうことができるんですよ。でそうすると真ん中のそのコンソールボックスみたいに使うこともできますし、そしてはい、2列目シートがキャプテンシートになるわけですよ。でキャプテンになったらなんとこんな風に寄せることもできるんですよね。なのでこうちょっとゆったりしたベンチシートみたいに使うこともできますし、ここにクリアランスがあるので肩も広々というような感じにもなります。というわけでいろんな使い方ができるのがこのセレナのシートという風になってるんですね。でこれはやっぱりフレキシビリティという意味でもすごく使いやすいんじゃないかなと思いますし、運転席のこのスライドする2列目真ん中シート、このアイデア結構すごいなと思いました私は。はい、でこのテーブルの下にはですね、このようにここも USB のタイプ C があるんですね。しかも左右にもあります。なのでここからも充電取ることができるんですよね。だから、充電器、まあ、充電コードからここに iPhone 挿しておくこともできるっていうね、そういう使い方もあります。
ございます。列車は再び大通りで大通り地を渡っていきます。